ノーンカーイ駅は、太陽国東北部、ノーンカーイ県無安ノーンカーイ郡にある、大国有鉄道東北本線の駅である。ノーンカーイ駅は、ラオスと国境を接している、ノーンカーイ県の県庁所在地であり人口約14万人が、クラス無安ノーンカーイ郡に位置しており、ノーンカーイ市街地の中心部からはやや離れている。東北本線開業時のノーンカーイ駅は、 現在のノーンカーイ駅より北進した後、タイラオス有効橋の手前で東に向きを変え、ノーンカーイ中心部に近い場所に設置されていた。ラオスとの国際線の開業を踏まえて、新ノーンカーイ駅を新設した際、これまでのノーンカーイ駅は当駅に駅名を譲り、タラットノーンカーイ駅に改名された上で、非公式に一日一往復の普通列車のみが、発着していたが、 2011年頃に廃止された。玄門カイ駅には1日に8本の国内線と4本の国際線の旅客列車が発着する。このうち国際線に往復の列車は、メコン川を隔てた対岸のラオス最初の鉄道駅、ターナレーニ駅までの間を往復する。タイ国鉄の列車網には、かつてはカンボジア、ビル前の国際列車も存在したが、 現時点で、フワランポーン駅、パダンブサール駅間を結ぶ列車に次ぐ、第2番目の国際列車となっている。この国際列車の運行区間はわずか1駅間、6.15km という短さであり、ウッドランズトレインチェックポイント、JB セントラル駅間を結ぶマレー鉄道の国際列車が設定されるまでは、世界で最も運行区間が短い国際列車であった。 列車は東駅を発車すると、鉄道道路平洋橋である、タイランオス有向橋を渡って橋上で国境を越え、橋を渡り終えたあと1分程度で終着のターナレーン駅に到着する。東駅、ターナレーン駅間の運賃は、急行列車のため3等車でも20バーツであるが、大国鉄の打線区で、同じ距離を普通列車3等の乗車なら2バーツである。 この国際線列車設立に伴い、当駅に出入国管理所ができ、列車の発着に合わせて、業務を行っている。一方、国内線列車は、同駅を、四重儀として、バンコクのフワランポーン駅とを結ぶ列車が、座席急行1往復、寝台急行1往復、全車3等座席車の快速1往復発着するほか、 ナコン・ラー・シャシーマ発着の普通列車が1往復発着する。このうちバンコクとを結ぶ列車は早朝6時発の急行第76列車を除いてはすべて夜行である。対最初の関営鉄道であるフワランポーン駅アユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した。その後当初計画のナコン・ラー・シーマー駅まで完成すると 北本線、南本線の工事が始まりしばらく、東北線の動きはなかった。北本線、南本線の完成後、東北線をウボンラーチャターニーまで延長することになり1930年4月1日に完成した。その後ようやく、ウドンターニーへ向け工事が開始され、1941年6月24日に、 ウドオンターニー駅までの完成を見たが、旧ノンカー駅まで到達したのは、さらに17年後の1958年7月31日である。上り下り上り折駅前に退役した客車2両を利用した図書館がある。車両は現役時とは異なるクリーム色に塗装されている。ありがとうございます。